ただきます。いただきます。このキムチチャーハンうまいな。これ最初メニューになくて、常連客がリクエストして後から追加されたものらしいよ。へえ、そういうパターンもあるのか。なかなかフットワークの軽い店だな。俺らもよ、常連客になったらなんか新しいメニュー作ってくれたりすんのかな。どうだろうな。そもそも常連というのはどうすればなれるんだ。毎日ここで食べていたらそれは常連なのか。そこは店主次第なんじゃねえか。顔を覚えられたり仲のいい関係になれれば常連と呼べるのかもしれねえな。仲良くか。とはいえ店主の趣味も分かんねえし、コツコツ飯食いに来んのが無難なんだろうな。まあそこまでして常連になってやりたいことがメニューのリクエストってのもどうなのよ。聞いた話だが、ここの店主は少し前に暴走族に混ざってブイブイ言わせてたらしいぞ。どういうこと？店主に一体何があったんだ？むしろそっちの方が気になるんだが。今度みんなで族っぽい格好して改造バイクで店に来てみようか。一発で親父の心開けるかも。一発で出禁になる可能性の方が高そうな気がするけど。悩ましい店だぜ。ちなみにメニューを追加してくれるとしたら、店主に何作ってもらうつもりなんだ。特にないな。ないのかよ。ごちそうさま。